速報です。サンさんを指名手配しています。指名手配ってどういうこと？キモリン社長の宝物を盗んだとのことです。サンさんは盗みなんてする人じゃないわ。何かの間違いよ。こうなったら私たちが事件を解決してみせるわ。私今リボン選びで忙しいの。サンさんにかけられた報奨金は1000万円です。わかった。たった一つの真実見抜く。見た目は可愛い。頭脳も可愛い。名探偵スプモン助手のポジルちゃん。真実はいつも一つ。ここがクモリン社長のいるオフィスね。警備員さん、社長に会いに来たんですけど。ダメだダメだ、社長は今忙しいんだ。ほら帰っちゃ帰っちゃ。それなら変装をして中に潜入しちゃいましょう。変装？誰になるの？みんなも何に変装したらいいか考えてみて。まず白い紙を貼って、次に青い紙の真ん中を三角にチョキチョキ。それをさっきの白い紙の上に貼るわよ。ネクタイとワッペンをつけたら。あ、わかった。警備員さんだ。さすがプリル助手。帽子もつけたら警備員さんの完成。お疲れ様です。交代の時間ですよ。あとは頼んだぜ。キャッキャッキャー。ゆっくり休んでてね。これでバッチリね。やった。それじゃクモリン社長に会いに行こう。クモリン社長。サンさんが宝物を盗んだって本当なんですか？名探偵つくもと。助手のプリルちゃんです。もしかしてサンさんの知り合いかね？そうだよ、サンさんと友達なの。パーティーでみんなに自慢しようと思っとった宝物をサンさんに取られてしまったんじゃ。でもサンさんがこんなことするはずないわ。いいや、こちらには証拠もあるぞい。宝物の代わりに置かれてた手紙じゃん。どれどれ。お宝はいただいたぜ。ざまあみろ。カカカ。サンさんより。これは。やっぱりサンさんが犯人？でもサンさんはガッカッカって笑ったりしないわよ。そうだったかの。きっと誰かがサンさんのふりをして書いたのよ。みんなはこの手紙を書いたのは誰だと思う？おい、あの似た警備員、どこ行った？あ、ガッカッカって笑う人。あなたが犯人だったのね。宝物を返すんじゃん。なんでバレたんだ。こうなったら逃げるぞ。あ、こら待ちなさい。ここまでおいで。おい、指名手配犯だ。サンさんがいたぞ。だから僕じゃないって。おい、こっちに来るなって。にゃー。ちょっと二人とも大丈夫？いっとっと覚えてろ。犯人も宝物もサンさんも見つかったわ。これで事件解決ね。そうでもないんじゃ。え？わしはパーティーで宝物をみんなに見せたかったのに中止になっちゃったんじゃ。パーティーなら今でも開けるわ。みんな宝物の中身が気になってるわ。可愛い変装はお任せ。変装？長細い色画用紙の上に花紙をつけると、ほら、ドレスみたいになるでしょ。あとはリボンをつけて。ティアラもいいかも。よし、できた。うわー、僕かっこいい。俺様、何
に来ても似合っちまうぜ。動物さんたちもすっごく素敵。これで宝物のお披露目ができる。ありがとう。お集まりいただきましてありがとうございます。私クモリン社長の宝物は何かな。すごいのなんだろうな。1000万円の報酬金が出たんだもんね。宝物は世界に一つしかない最高級クリスタルバナナ。そうだ。なぜこれにて事件解決ね。名探偵つくも、まだまだ事件は終わってないよ。なんですって。フリル助手、まさか。そう、私たちのぬいぐるみが新登場。つくももプリルちゃんもとびっきり可愛いよ。概要欄をチェックしてね。みんな、三次郎だよ。クモイツです。今日は森の中にやってきたけど、実はこの森、ゾンビがいるって噂なんだ。ゾンビ？だから気をつけて冒険していこう。って、ネプコがいないみたいだけど。この声は、ネプコ？大変だ！ネプコがゾンビに捕まってる！早く助けないと。ネプコ、今助けるからね。水の呼吸、一の肩、みなもぎり。あらあら、あらあら。切っても切ってもキリがないや。集中して周りを見渡せば案
外早く見つかるかもしれないよ。あ、わかったよ。集中集中っと。あ、川の向こう側に材料がある。ほんとだ、早速取りに行きたいけど、どうやって川を渡ればいいんだろう。集中して考えて。そうだ、ジャンプして向こう側まで飛んでいこうよ。いいアイディアだね。お友達のみんなにも協力してもらおう。僕の掛け声に合わせてタイミングよくグッドボタンを押してね。3、2、1、グッド。みんなありがとう。みんなのおかげで七輪島の材料が手に入ったよ。あとはこれを組み立てて、これがここで、ここをこうしてっと、じゃんじゃーん、モックの日輪島完成。よし、これでネプコを助けに行けるね。モックがゾンビをコテンパンにしちゃうもんね。ネプコ、今助けるからね。行くよ、クモイツ。ゾンビをコテンパンにするんじゃなかったの？だって怖いものは怖いんだもん。ほら、いいから立って。無理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 、膝に来てる。恐怖の8割膝に来てるから。くもいつ、まさか気絶した？気絶してる方が強い？うん、レッコ、今そっちに行くからね。あれはパンダゾンビ？守らなきゃいけないものがある。うわー、全集中。あ、この音は。もしかして、もしかしてパンダさんは竹を食べたいのかな。そういうことなら、僕たちが竹を取ってくるよ。水の呼吸、一の方、水面切り。雷の呼吸、一の方、霹靂一閃。パンダゾンビさん、これでお腹いっぱいになってね。レッコ、今のうち。ことかと思ったね。無事に助けられてよかった。あ、僕のお腹の呼吸が鳴っちゃった。今日は金魚すくいをして遊ぼう。やった、いろんな色の金魚さんがいる。このポイですくっていくよ。これが難しい。破れちゃった。救えない。ギャッギャッギャー。ノイズ、お前らこんなのもできねえのか。うるさいな。俺様は簡単にできるぜ。は、早い。よし、金魚すくい対決だ。たくさんすくった方が勝ちだぜ。負けないぞ。負
応援してくれる子はグッドボタン。よーいスタート。よーし、そのお魚さんを狙おう。そーっとゆっくりね。そーっとそーっと、はっちゃーん。あー、破けちゃったよ。フモリンがくしゃみするから。ごめんごめん。へん、この魚は俺様がいただくぜ。あー、僕たちが狙ってたのに。よし、もう一回頑張ろう。よく狙って。あれ、見て見て、あれはクラゲ。金魚の中にクラゲが混ざってる。かわいいね。なに、クラゲだと。俺様がいただくぜ。ピッピー。あー、ノイズ。僕が見つけたのに。俺様が捕まえたんだから、俺様のものだぜ。何が起きたの？手で触ると危なそうだから、このひしゃくで救ってみよう。フモリン、行きます。そーっとそーっと。はい、確保しました。フモリン、ナイス。よし、よく見てみよう。普通のクラゲじゃないの？わかった、これはオキクラゲっていう種類のクラゲなんだ。オキクラゲ？オキクラゲは強い毒を持っていて、刺されるとすごく痛いんだ。なに？毒だと？だから絶対に手で触ったらいけないよ。わかった。ねえ、もっと早く言え。俺様は手を洗ってくるぜ。ねえ、まだクラゲさんがいるよ。救ってみようか。よいしょ。おにゃー、なかなか救えない。どうしようか。こうなったら、あー、クモリン危ないよ。キャー。では大丈夫？あれ、全然痛くないよ。あ、これはタコクラゲだ。タコさん、見た目がタコに似てるからタコクラゲって言うんだ。タコクラゲには毒がないんだよ。だから痛くなかったんだ。もう一匹いるね。僕が救うよ。タンさん、頑張れ。おいでおいで。えい、救えた。これは水クラゲだ。この子も毒は強くないよ。よかった。水クラゲは柔らかくてデリケートなんだ。それじゃあすぐプールに戻してあげよう。元気でね。くっそー、あいつら楽しそうに遊んでるじゃねえか。そうだ、いいこと思いついたぜ。ギャッギャッギャー。金魚すくいの続きをしようよ。そうだね。お前ら、これでも金魚すくいするか。おりゃー、ダメだ。わー、ノイズ、なんでするの。ギャッギャッギャー。このままだと金魚さんが食べられちゃうよ。早く助けなきゃ。せいぜい楽しむんだな。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。やるしかないよ。頑張って救おう。狙いを定めて。えい、惜しい。もう一回。みんなもサンさんにパワーを送ってね。えい、救えた。やった。これはシュモクザメだよ。人は襲わないけどお魚を食べるから、みんなが無事でよかった。頑張って。よーし、狙いを定めて。あっちゃーん。あー、ちょうど入った。ありゃ、ラッキー。これはジンベエザメ。体は大きいけど優しい性格のサメだよ。よかった。あと残ってるのはホウジロザメだ。ホウジロザメ、人を食べちゃうくらいとっても凶暴なサメなんだ。早く捕まえないと。ギャッギャッギャ、困ってるみたいだにゃ。さらに捕まえにくくしてやるぜ。このお魚ロボットが邪魔するぜ。ノイズ、何するの。波が立って捕まえにくいよ。いっけ。あれ、
お魚ロボが波を立ててくれたおかげでサメが端っこにやってきたよ。ほんとだ、これなら捕まえやすいね。噛まれないように気をつけて。ほら、簡単に救えた。やったー、ロイズありがとう。にゃにー、今日のところは帰ってやるよ。みんな無事でよかった。今日遊んだおもちゃはお風呂でクラゲすくいとお風呂でサメすくいだよ。みんなもお風呂で遊んでみてね。よし、金魚すくいの次はバナナすくいをしよう。そうだ。ーリーン、今日のお絵かき。